え皆さんこんばんはということでね、今日も続けて、東海道新幹線、殺傷事件ですね。車内殺傷事件とか三人殺傷事件とかね、いろいろタグはあるみたいですけども、この無しゃくしゃしてやった犯行の動機ですね、小島一郎の無しゃくしゃしてやった。これね、メディアで何回もね、 えー、連呼されてますけども、なぜこれを連呼するか。ね、私は最初あの、数日かなんか絡むんで、えー、それで、えー、このことを言ってるんじゃないかと思ってたんですけども、えー、どうも違うようですね。このむしゃくしゃしてやった。ね、犯行の日、いつでしたかね。犯行の日は、 6月9日でしたよね。あんこの家は6月9日。<laughs> それで、この、ね、むしゃくしゃしてやったっていうのはね、むっていうところと、くっていう字、ね。これを、あの、むを六、くを、あ、くを九にすればね、 えー、むしゃくしゃしてやったっていうのにね、なりますよね。まあ、当て字をすればですね。実はね、えー、このことなんじゃないかと思いましたね。えー、むしゃくしゃっていうのはね、6級を入れてるんだと。このセリフの中にね、犯行の動機の中に。えー、まあ、6級といえばね、このフリーメイソンリーを思い出しますよね。えー、 このアーチですね。これ、あの、シンボルでありますけども。これってね、フリーメイソリーなんですよね。でね今回はもう、たくさんね、えー数、数字が絡んでます。あの、数比とか数字が絡んでますね。えー、捏造事件ですから、やらせの事件ですからね。まあ、当たり前なんですけどもね。こういうふうにね、えー、シナリオライターはね、遊んでます。ね。 例えば、あの、えー、4月でしたかね、あの平尾受刑者って、平尾達馬っていうのがね、今治の、えー、えー、造船所の刑,、えー、刑務所ですかね、そこから脱走したっていう事件がありましたけども、ね、あれも遊んでましたね、名前でね、えー、尾道、ね、えー、あそこ、尾道水道ね、えー、泳いで渡ったっていうのがありましたけども、 あれもね、平尾と平尾よぎをかけてましたよね。まあそういう風にね、えー、彼ら遊ぶんですね。あのー、名前でね、遊んじゃったりとかするんです。で、まあ、この、セリフもね、そういう風にね、遊びます。ね。こういう風に、むしゃくしゃしてやったとかね。 なんで連行するのかなと思ってたら、そういうことだったんですね。まあね、もう、本当、あの、やらせ事件ばっかりです、最近はね。本当、まあ昔からね、そういう事件は多かったと思うんですけどもね。えー、その,平尾,あの平尾受刑者の脱走もやらせ。ね、新潟の。 そのの後に起こった新潟の女子殺害もやらせねえー、津山事件これも怪しいですね14年ぶりに犯人が見つかったとかねえー、犯行を認めてないとかねあの事件もね大体やらせなんじゃないかと私は思ってますねそれからこの事件もそうですねえー、バカバカしいストーリーがね、えー すごい、あの、入ってますね。まあもうこれ信じる人いないと思うんですけどね、こんなやらせ事件ね。えー、簡単に見破られますね、ほんと。まあ、メディアがね、えー、大プッシュしてる時ね、過剰に放送してる時っていうのはね、えー、大体こういうやらせ事件が多いんですね。ということでね、えー、終わりたいと思います。えー 私、ね、ちょっと鈍いんでねなかなか気づくのが遅かったんですけどもね、えー、皆さんもう少し早く気づいてたかと思うんですけども、まあ、ということで、ね、このむしゃくしゃしていたむしゃくしゃしてやったっていうね、えー、犯行の動機、えー、なぜこういうことをね、えー、言ってたかっていうのをね、えー、やっと分かりましたね。